腹筋に効く全身運動は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの15回でしっかりお腹と全身に効くプランクバーピーというのを紹介します。最大のメリットとしては全身に効くエクササイズになります。その中でも腹筋にしっかり効かすことができるバーピーです。体幹がしっかり安定します。体幹が安定することでどのエクササイズもですね、ブレずにしっかりピンポイントで効かすようにできますんで、体幹というのはとても大切です。メリットとしては動きが通常のバーピーよりも大きくなりますので、よりねしっかり腹筋全身に効かすことができます。その中でも普通のバーピーより腹筋に効きます。で、骨盤をしっかり後傾させやすいです。で、腰を丸めますので腰のストレッチになります。デメリットとしては足首が硬いと体をしっかり引き寄せれないので、もしかするとできないかもしれません。で、肘をつきますので硬いところでやるとですね、肘が痛かったりするので柔らかいところでやってください。肘をね、やはりつくとですね、少し擦れますから、色が白い女性とかはね、もしかすると肘が黒ずんじゃう場合があるんで、やはり柔らかい部分でやってください。あと腰を丸めますので、もしかするとね、腰が硬い方は、ちょっと次の日ね、腰が伸びて少し痛みを生じるかもしれません。では、やり方を説明します。はい、今回はジャンプじゃなくて通常のバーピーなので、ちょっと簡単になります。通常のバーピーというとですね、手をついて、足を伸ばして、近づけて立つ、これがバーピーですよね。こういう感じで、このバーピーの場合はもちろん全身使えるからいいんですけども、腹筋にあんまり効きません。というのも、手をついて足を伸ばして足をですね、ここまでしっかり近づける人は多少腹筋に効くんですけども、やはり動きがちっちゃくなるとですね、足をここまで持っていかずにこの辺でも立つことができます。ですので、動きがね、ちっちゃくなっちゃいます。ですが、今回のプランクバーピーは、足をしっかり前に持ってこないと立てません。例えば、こっから、これぐらい。これじゃ立てないので、足を、ここまで持ってこないと立てません。ですので、動きが大きくできます。そして、ここから、しっかり、足をギュッと抱えることで、しっかりちっちゃく丸くなるので、腹筋しっかりね、効かすことができます。通常のバーピーは、あんまりね、足を近づけずに立てるので、腹筋に効きにくいです。では、このプランクバーピー。ポイントはですね、この時にお腹が下がらないように、体をしっかりね、腰を丸めて、体をピタッとまっすぐにさせてから、で、足を近づけます。で、立つ。立った時もお腹を締めたままです。そのまましゃがんで、ピタッと。ここで、ぐっとぶれない。ピタッと止まります。これを一緒に15回行っていきましょう。では、いきます。はい、お疲れでした。いやー、15回でもね、呼吸が上がりますね。やっぱり動きがね、ちょっと普通のバーピーよりも大きいので、まあ、これでね、さらにジャンプすると、やっぱり効きますんで、もしね、ちょっと楽だったよって方は、ジャンプのプランクバーピーをやってみてください。おさらいなんですけども、動きがね、大きいので息がしっかり上がって、腹筋により効いて、体をね、プランクの時みたいにピタッとね、安定させれば、体幹に効いて、骨
骨盤を後傾さすことができればね、しっかり腹筋に効いてるはずです。でしっかりね、膝を手の間ぐらいにキュッとね抱えますから、腰がしっかり丸まってですね、腰のストレッチが少しできます。まあ足首硬い方はね、あんまり体を小さくできないので、プランクバーピーじゃ立てないかもしれないです。あと肘がね硬かったら痛いと思いますんで、柔らかいとこでまたやってください。ということで、今回はたったの15回、お腹にしっかり効くプランクバーピーの紹介でした。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。コメントもですね、やはり一人一人してもらった方がこちらも参考になりますんで、ぜひねコメントに関してご協力ください。 SNS されてる方はよかったらシェアしてよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.